しまーす。今日はちょっと遠方です。富士山田駅、今日のプランはお伊勢参拝です。メンバーはじゅんちゃん、りゅうちゃん、2人です。どうですか。はい、あとです。あー、そうですね。雨が降ってたんです。今日一日です。やってまいりました、岐阜です。今年は20年に一度のこの神様が動くとしたって、えらい人でですね、うん、朝一番とは思いません。賑、はい、わっております。ここはゼリガースーパーです。はい、オーラが、独特のオーラが出てます。ここはですね、真ん中は神様が通る道なので、真ん中を歩いてはいけないそうです。はい、やった。俺の写真どうだ。内宮に向かっております。内宮までの参道。これでワマト姫って読むんやって。あ、お伊勢さんを感じる道。あれ、ちょっと待ってね。現在地。あ、ほらほら、こっち行ったら参道なんや。参宮参道。お伊勢さんを感じる道です。近畿自然歩道。やっぱりこういう方を通ってみたい気がしますね、はい。ちょっとバリアから外れてしまっていいのかっていう気もしますが、行ってみましょう。はい、内宮にやってまいりました。時刻は11時30分です。今で何キロ走った。残念なことに GPS を取って満足していた私はスタートボタンを押し忘れておりまして、今 0.7 キロです。バカ野郎。やってきまいりました、内宮です。でもなんか下宮より空いてる感じがしますね。そう、広いからや。あ、なるほど。普通はこの五十鈴川で、手を清めるだそうなんですが、見てください、かなり増水して流れが速くなっております。もうロープが張って立ち入り禁止です。ムービーです。ムービーですか。やってまいりました。今から本番です。本当に終わりました。いやー、あの木の一本一本にすごい歴史を感じたりですとか、建物重厚です。素晴らしかったです。ただ人の重さに酔いますね、やっぱり。山とは違います。疲れましたか。はい、でも来てよかったです。来ました、松坂牛コロッケ。この松坂牛の串はなんと1本800円です。コロッケはコロッケ300円です。500円、大盤振る舞い。よっ、太鼓腹。枝豆店とこんにゃくです。買い食いしまくりです。ご当地プラスで高いのですが美味しいです。さっきの、牛串800円絶品でした。これ200円、これ250円です、うん、これいいですね。なぜかこの地域はみんな締め直して飾りをしてあります。この川は五十鈴川。流れが、幅が広くなるとあんな豪華な穏やかになってますね。
増水してるから怖い。あれですね。びっくりしました。いや、至っております。でも本来なら今日は台風直撃の日だったはずだからね。時刻は4時ちょっと前ですね。無事一旦ここに戻ってきました。我々はこれからロッカーから荷物を出して、JR の駅へ移動します。そして今晩の宿で焼きハマグリ。旅ラン2日目の朝です。見てください、今日もいい天気。なばなの里は門前払いでしたが、ちょっと富士山の先っぽとか見えてちょっと面白かったです。今日はどんな一日になるかな。
足からずご了承ください。